吉田さん、ルーズソックスですか。私の高校在学中はルーズソックスはまだ発明されてなかったですね。ということなんで、自分が現役世代の時に何が流行ってるかっていうやつなんですよ。で、おそらく私が在学中、まあ、女の子の可愛い可愛くないの基準っていうのはね、流行りっていうのはあったと思うんですよ。ちょっと忘れてもう分かんないですけども、あ、確かね、髪の毛をこう赤いの2個でこうやってね、なんかそのサクランボみたいなので結んでピョンと出すやつは流行ってたような気がします。そのぐらいですかね。で、スカートはね、短いのが流行ってるのはなかったですね。結構膝の長さぐらいって感じですか。それで、ソックスは三つ折りみたいなの、まあそれがスタンダードだったかなと思いますけども、すいません、よく見てないんで分かりません。はい、ということでね、ビジネスもそうなんですけども、バブルの時代に生まれてればっていうじゃないですか。でもね、これから10年後ぐらいに多分こう子供がね、お父さんお母さんに言うんですよ。なんで10年前ビットコイン買ってねえんだよみたいな、あんな分かりやすいバブルなかったじゃねえかよみたいなこと言われますよね、きっとね。だって私もね、思ったんですよ。土地バブル崩壊後に社会に出て、ああ俺があと10年若かったら絶対土地借金してでも買ってたのに、なんでこんな分かりやすい儲け話みんなできなかったんだよみたいなこと言ってたと思うんですよね。言ったし、同じように自分が現役世代の時に流行ってるものでどうせ当てれないんですよ、こういう風な思考の人はね、うん、だから今自分が動かせるカードのフル活用をいつもしようと思えば、あ、これバブルじゃんみたいな感じでね、いけるんですよ。で、私の場合それがいわゆる情報業界入ってネットビジネス始めてアフィリエイトやってきて、あ、ついに情報革命が一段落したなと。ネットバブルも落ち着いて、これから第5の革命、通貨革命が始まるなっていうふうに思ったんですよ。そう、インターネットっていうインフラができたら、そこに価値の交換っていうのはあるだろうなと思ったんですよ。最初はこっちのコンテンツとこっちのコンテンツを物々交換みたいな発想だったんですけども、待てよと。でも A さん B さんっていう人がいて、 A さんはコンテンツ持ってるけど B さんコンテンツがない時に交換しようと思ったら、こっちに B さんにコンテンツがないから、まあとりあえず何がしかのデータをね、交換してこっちに置いといて、そのデータと10日のものをこっちの B さんが何かできた時に交換するよみたいな、タイムラグをつけてね、交換する媒体があればなと思った時に、通貨革命だと思ったんですよ。で、それが何なのか分かんなかったんですけども、そこでビットコインっていう概念が頭に入りやすかったんですよね。で、その頃確か2000円とか3000円みたいな価格だったと思うんですよね、その頃は、うん、で、実際に購入する方法を知ってる人にお会いして、まあビットコインね、いくつか買ってみたみたいなことをやったんですよ。それこそ一瞬でウォレットに入ってきて、おお、すごいな、これはこれでも日本円に交換する方法がちょっと今んとこないなみたいな感じだった。サンプルでなんかもらったんですよ、最初ね、ポンポンとね。なんか何ビットかくれましたよ、気前よく。で、それから1年ほど経ったら1ビットが2万円か3万円ぐらいになっててね、おお、ちょっと儲かったなみたいな感じだったんですよね。で、ビットコインを買いますんじゃなくて、その頃なんかね、セールスが来た体の絵だってのをそこにちょっと投じたみたいな感じだったかなと思いますね。だからその時流行ってたものにちゃんと乗ることができれば、それがどういうふうに育つかをちゃんと見ることもできるし、恩恵も受けることができるんですよね。ただやっぱりね、私無理ない金額でしたよ、本当に。当時その 2,3 万とかね、何十万とか何百万っていうお金じゃなかったですから。まあですんで、土地や建物みたいに怠慢はたくことも、借金してリスク抱えることもなく、その時点でできることをまあやってみたみたいな感じですかね。それが今でも続いてるって感じかな、うん、で、吉田さんがね、自分がビットコインになるっていうのは確かにいい言葉なんですけども、それがなれないんじゃないかなと思うんですよ。自分には最終的には何がしかの大きなね、一発宝くじが当たると思ってるけども、でもそれは運よく当たるわけであって、自分が何か実力を培ってビットコインの価値のように自分がね、価値を上げてきてなんとかっていうことじゃないと思うんですよ。ビットコインっていうのは確かたくさんの人に知られることによって、たくさんの人に使われることによって、保有されることによって価値を上げてきましたよね。出来高が上がるわけですから。だから人も一緒なんですよ、おそらくね。そういう面ではいろんな人に知られるから、いろんな人の記憶の中に自分の名前が入ってるから、で、頭っていうウォレットに自分の名前が入ってるから、価値が上がる、影響力が高まるんじゃないかなと思うんですよ。あとはその濃さですよね、うん、吉田さんもね、やっぱりこう知られて濃くなってると思いますし、知られすぎて薄いっていうのじゃね、なかなかリピートは起きないんですけども、うん、
まあ、そんなとこですかね、うん、確かにルーズソックスはね分かんないですけどもね、今どうなんですかね、特にね若くて可愛らしい女の子に興味がなくなったわけじゃないんですけども、でもそんなに一生懸命ね、なんか血眼のように選別するようなことはなかったですね。なくなりましたね、もうね。アイドルさんとかを育ってる時もなんか似たような感じだったんですけども、幸せになってほしいなとか元気になってほしいなとかね、なんか夢を叶えてほしいなっていう、なんかしょうがない一歩引いた親心みたいになってきましたね、ですんでたまにね私みたいな年代の男性が若い女の子に熱を上げて、で若い女の子にあんまり相手にされないみたいなのがありますけども、まあでもその気持ちもわかるなと、だからやっぱこう女の子がねものすごく自分のことをものすごく開花させている時期っていうのは誰しもあるもんで、だからそれをね20代になっても30代になっても40代になってもその時のベストポジションでね女性が輝き続けるといいんじゃないかなと思ってますね。ちょっと話題が女性になりましたけど、でね広島参院選の宮口、春子さんっていう候補がいるんですよね。この方ってね45歳らしいんですけども、ものすごくねアナウンサーされてたらしいんですけど、若々しくって可愛らしいんですよね、いや素敵な40代だなと思って見ております。ただそれだけです。じゃあタイトルは宮口春子さんということでお願いします。いってらっしゃい。